対策やったんですよ。だから分散させるから、少々何かが大きな洪水が来てもまあどこも対策にならない。ところが明治以来、洪水をできるだけ川の中で集めることしたんです。洪水を集めてきたんです。で高い堤防で囲んだ。これが末期に間違ってる。これがこれからの地質系を変える2点目の大きなポイントです。これ神戸の話ちょっとやめときますわ、今日も時間がない。でやっぱり京都やから、この桂離宮の話します。これ桂川ですね。ここにあるのが桂離宮です。さっきも一番初め昔の絵見しましたけど、桂川っていうのはものすごいしょっちゅう氾濫してるんです。これでここら辺は今でこそ家建ってますけども、かなり湿地帯です昔は。でこれが桂離宮ができたのは1600年の頭です。400年間あの桂離宮と行かれた方はご存知だと思いますけども、非常に繊細なお庭で華奢な建物があったんです。400年間ここで桂川が暴れ回ってるのに、なんであの桂離宮が今に伝わってるんだ。一つは桂離宮というのはこれ松陰ですけども、高い床式になってます。洪水が入ってきても座敷には上げないなんて、洪水が入ってくるのを前提にしてます。今日は京都の人がほとんどだと思いますので、言いますと、まあ、京都の人は愛想がよく聞きましてね、京都のブブ漬けとか言って、なんかおったらまた一回遊びに行ってくださいとかよくとか、実際行ったら座敷には上げてくれないと。桂離宮はそうなってるんです。まあ今日は京都の人やから言ってるんですよ、こういうことはね。本当は違いますよね、みんなね、みんな来てくださいと座敷あげますけどね、うん、それからこれもう一つの工夫が、これが桂川、これ桂川堤防、これが桂離宮ですね。ここに笹垣という垣があるんです。桂垣という、この垣をアップで見ると、実はこれ笹がですね編んであるんです。なんでこんなことしてあるか。洪水の時に水が入ってきます。きれいな水がスーッと来てスーッと下がったら別に大したことないです、被害は。一番困るのはゴミと土砂がですね、たまるのが。この桂垣、桂のこの笹垣というのは桂離宮のところに洪水が入ってきます。ここで土砂とゴミをふるい落としてるんです。フィルター効果をもう出してるんです。ですから桂離宮っていうのは洪水が起こるんだと、入ってくるんだということを前提にしています。その中でいかに被害をダメージを少なくするかという工夫がしてあるんです。ですから桂離宮は400年間持ってきたんです。これがですね、腕力でとにかく洪水を一滴も入れないんだと、抑え込むんだというようなことでやってたら、もう1600年代ぐらいで吹っ飛んでます、桂離宮は。私たちよくね、防災を防ぐと言いますけど、自然現象を防ぎきれるわけないんですよ。防ぐんじゃなしに、いかにしてしのぐかということをですね、考えないか。それが私は桂離宮の知恵やというふうに思っています。